彦坂直義です。おはようございます。昨日とにかく新湊村で7時半に行って、朝7時半に行って、まあ7時半に行くって言ってもいいんだけど、昨日は夜遅くまで結局なんやかんや起きてて、最後は酒飲みながら打ち合わせをしてて。打ち合わせした紙は全部忘れていきましたけども、まあ、一応頭には入ってて、7時半に新湊村に行って、で8時から制作始めて、それで夜の8時くらいかな、正確に覚えてないですけど、とにかく一応全部書き上げたんですよね、たった1日で。一応画像撮ったはずなんですけど、全部今 YouTube にアップできてなくて、2本だけできてるので、それを、まあ、YouTube にアップするっていうのも結構時間がかかったり、それから失敗するんだよね。 あれはというわけだ。だからできてなくて、で撮影してくれたのがとちやさんの iPhone だったので、とちやさんの iPhone、 私の iPhone よりも新しいから、まあ、画像が少しワイドで大きいから、そっちで撮ってもらってるの、まあ、全部だからまだアップできてないんですね。まあ計算すると、5.5メーターかける22メートルというので、もう号数わかんないよね、こうなってくると。視覚的な感覚ももうわかんないですね、あれだけ大きくなっちゃうと。で結局平米数でいうと121平米で、今計算したらば、36.7坪、坪数でいうとね、私なんか世代古いから坪の方が実感があるんだけど、まあ36.7坪で、36.7坪だと、まあ、この間の南相馬のやつが、4メートルかける40メートルだったので、160平米。160平米っていうと割ることの3.3で48.5坪ですね。48.5坪だと、私が書いてきたやつで言うと実は50坪書いてることあるんですよ。だから50坪、まあ50坪のあれは天井壁画でありまして、こう波打つような壁画なんだけど、壁画っていうより壁画で、天井画ですよね。天井画で、それは埼玉副都心の、郵政省の官報の、天井画を描いたことあって、でこれもものすごい低予算で言われて、まあその時はだからそれだけ大壁画を描くっていうと、技法的にはまあいろんな技法を使いましたけど、一番最初にやってるのはコンプレッサーで天井に吹いていくのね。まあ、つまりそういう手法を使わないとできないんですよね。でもちろんそのビルができる前ですよね。つまりコンプレッサー吹いちゃうと、周りが内装できてれば、全部汚れてしまうから、それの前にコンプレッサーで吹くんだよね。それでまあムラムラに吹いていくわけですけども。ムラムラに、だから業者にムラムラに吹いてくれって言ったら嫌だっていうわけだよね。 とにかくああいう業者たちっていうのは、その非常に均一に吹くことはできるんだけど、あるルールを決めてこう吹いていくわけですね。こう天井がこう波打ってるので、こうそれに合わせて一種のパフォーマンスのルールを決めていくわけです。今度でもそうだけど、ルールを決めるわけです。つまりだからその制作っていうものを、そのイメージで考えるんではなくて、制作っていうのは行為ですから、行為をしていく、その動き、パフォーマンスと同じ行為をしてるわけですよね。いいですか。こう行為をしてるわけですから、その行為をするためのルールを作るわけですよ。だからまあ、楽譜に当たるものですね。楽譜に当たるものを作るわけです。で楽譜っていうのは、
その音符でこう書いてあるわけですけど、それで音符で書いてあって、さらにこうゆっくりとかアレグロとか、なんとかアンダンテだとか、そういう、こう言葉が上に書いてあるじゃないですか。そういうんで楽譜っていうのは演奏者をこう規定してるわけですけど、で、まあ良くも悪くもそれをこう解体していこうっていう動きが出てきて、で、まあその一つがそのジョン・ケージの、最初出てくるのはプリペアドピアノですけど、プリペアドピアノっていうのを楽譜通り演奏するわけですけども、ピアノの方が音は変にしてあるわけです。だからピアノの弦の中にフェルト挟んだり消しゴム挟んだり上位挟んだりするわけです。そうすると普通にドナドをしてもその音じゃないものになっちゃうわけ。わかる？だから楽譜と音っていうのはくっついてるもんなのに、それをバラすわけですよ。だからピアノを下手なピストンが弾いてもあんまり関係ないですけど、上手いピアニストが弾くと自分が鳴るはずの音が鳴らないんですよ。違う音が鳴っちゃうわけ。音程が狂ってるわけです、簡単に言えば。で、狂ったピアノで演奏するっていうことをやるわけですね。で、これを言うとジョン・ケージはなんかすごく優れてるように思いますけど、まあ、ジョン・ケージが優れてるかどうかっていう問題は非常に、私は一応ジョン・ケージ系列なんですね。僕はフライイベントって言った時のイベントとかそういうのはみんなジョン・ケージ理論の中で僕仕事してきたんです。だからまあ、それはどうしてかというと、利根泰直さんっていう現代音楽家がいて、それの僕は弟子ですから、利根さんにそういうジョン・ケージ系統の理論を教わって、それに忠実にフロアイベントっていうのをやってるので、だからフロアイベントっていうのは、まあ自宅にこうラテックスってゴムの液を流していくわけだけど、そういうこともその、まあ一種の行為ですから。だから今実は高石井さんで実はフロアイベントの写真を並べてるんですけども、今何分ですかね。まだ今ちょうど7分です。7分だったら一回ちょっと切りましょうね。また大変なので、長くするとアップできなくなるんですよね。一旦切ります。